みんな、今日は来てくれてありがとう。実はリオンはちょっと遅れてしまっているの。でも絶対に絶対に来ますから。信じて待っててほしいです。分かった、信じて待ってるぜ。だから最後まで頑張ってくれよな。まずはこの曲からよ。始まりのテレパシー。これは…クソ!遅かったか!学園の時と同じってこと?現実世界そのものを侵食するイクリプス。お嬢様、皆さん、京花さん、状況は?周辺の封鎖と近隣住民の避難は完了しました。ですがやはり入院患者や医師、看護師の方々が取り込まれてしまったようです。その中に久我山も含まれてるってわけだな。いや、中心と言うべきか。やはりリオンさんが。ええ、おそらく異界化の得意点となったものと思われます。ミクリア様によって無理やり目覚めさせられる形で。あの野郎が。やはりそうでしたか。ミクリア財閥の御曹司、ゾディアックの幹部候補だっけ。味方だったんじゃないんですか。残念ながらゾディアックは一枚岩とは言えない巨大組織です。とはいえここまでの暴挙、ミクリア様の独断としか思えませんが。なんて愚かな。いいえ、私の責任ですね。どこか様子がおかしいと気づいて叱るべきだったのに。だったら力ずくで止めりゃいい。俺たち自身の手でな。ああ、何を企んでいるかはこの際どうでもいい。だが、苦しんでいた久我山を利用するつもりなら許さねえ。XRC の最初の仕事、今こそ果たすべき時でしょう。
行きましょう、美月さん。ええ、私も腹をくくります。京香さん、外のことはよろしくお願いします。受けたまわりました。どうかお気をつけて。そんじゃあ行くぞ。するぜ。はっ、アンカースライド。宝箱ね。せい。よし、ゲットだ。せい。交代します。するぜ。アンカースライド。上がります。宝箱ね。やっ、ふっ、はっ、やっ、ふするぜ。気をつけて。ゴーライデン。
私を迎えに来たの。あの日みたいに。どうしてこんな時に君の顔が浮かぶんだか。ぶっきらぼうで失礼で特別扱いしてくれなくて。でも私の夢をすごいって言ってくれた。大丈夫か、久我山。時坂君、なんなの君、カッコつけすぎだよバカ。なんとか間に合ったわね。男を見せたじゃねえか。かなり消耗していますね。他の方々も含めて手当てしましょう。どうすか。怪我もありませんし、生命に別状はなさそうです。ですが、グリム・グリードに魂を奪われたみたいね。放っておけば精神そのものが死に至りかねないわ。そんな姉さんの時と同じか。やはり元凶ってのをどうにかするしかなさそうだ。元凶って私のことでしょ。だってあれは私から出てきたんだから。うん、久我山。あのミクリアって人も言ってた。私がいたからこうなったんだって。大怪我をして手術室に運び込まれた時、私はずっと願ってた。生きたい、生きていたいって。そんな時、目の前に天使が現れたの。最初は夢か幻だと思った。でも今ならわかる。私が手術を乗り越えられたのは、あれを受け入れたからだって。だから手術の後にあんなことに。
久我山。おそらく当時のリオンさんは生き延びるためにグリムグリードを受け入れたんでしょう。そしてそれは彼女の霊的な領域の深い場所で融合してしまった。だからこそ普段は安定して表に出ることはなかった。それが何らかのきっかけで顕在化し、彼がそれを暴走させたんですね。バカみたい。ようやく小さい頃からの夢が叶ったと思ったのに。スピカだったらきっとその先だってつかめるって。私たちの歌でみんなを励ましていけるって信じてたのに。その結果がこれだっていうの？こんなことなら夢なんか持つんじゃなかった。こんなことならあの時死んじゃえばよかったんだ。リオンさん。バカなこと言ってんじゃねえ。お前は久我山リオンだろ。ただひたむきに歌が好きで世界中を歌で励ますなんて大それたことを本気で言えちまう、それがお前なんだろうが。お前がスピカのリオンであり続けるか、そいつはお前が決めることだし、他の誰にも決められることじゃねえ。ただこれだけは覚えとけ。お前を応援しているやつはいくらでもいるってことを。ファンや俺たち、もちろん彼女たちもな。リオン、見てる？まったく、あんたって子はこんな時まで心配かけて。とっとと直して駆けつけなさい。じゃないとセンターは独占するわよ。私、リオン先輩たちの歌に憧れてスピカを目指したんです。小さい頃から引っ込み思案で前に踏み出せない自分を変えたくて。私も人と話すのが苦手で、そんな時に先輩たちと出会った。ずっと感謝してる。あの時手を差し伸べてくれたの。最初は3人だったスピカも今では5人。誰が欠けたとしても本当のスピカにはならないと思う。だから待ってる。私たちもファンのみんなも、あなたがきっとステージに駆けつけてくれるって。ライブもまだ始まったばかりだろ。こんなところでへこたれてる場合かよ。そうね。私には
待ってくれてる人がいるんだね。スピカのみんなに、大勢のファンや森宮の人たち、これから私たちの歌を聴いてくれるかもしれない、日本中、世界中の人たちだって。だったらこんなところで立ち止まってなんていられない。何が立ちはだかったって絶対にステージに立ってみせるわ。私のスピカの歌をたくさんの人たちに届けるためにも。あ、この光は。久我山、お前。響いてる。セラフィムレイヤー。翼のソウルデバイス。そうか、的確者だったのね。まさしく天使来ただね。さすがにできすぎだろう。全部わかる。使い方も。お願い、私も一緒に行かせて。私の中にいた元凶をこの手で止めるためにも。当然だろう。あなたの強い意志ならきっと止められるはずよ。お願いします、リオンさん。するぜ。気持ちの強さなんだろうな。交代よ。それに対して純粋な魔力量で言えば私より。改めて言われるとなんだかくすぐったいけど。とにかく今は目の前の敵に集中。まさか。行こう。それ
退するぜ。せい。いいものみたいね。せい。せい。せい。アンカースライド。なるほど。なら光をどこかに当てれば。強そうだね。気をつけないと。せいや。するぜ。ディンガー、そこだ。
し、ゲットだ。任せて。よく来たね。いた。ようこそ我が玉座へ。智明さん、黒幕登場ってわけか。その後ろにいるのが天使型、いいえ、七
天使のグリムグリード。さすがに驚いただろう。グリムグリード、ゼッカの主天使、彼女にはそう名付けたよ。トモアキさん、一体どういうことですか。こんな形で災厄を起こし、罪なき人を巻き込むなんて。全てはこの時のためだったのさ。グリム・グリードの正義、不可能を可能にする究極の術式を完成させたのはね。制御ですって。そんな、ありえません。それは異界が現れてから誰も足を踏み入れていない領域、いえ、踏み入れてはいけない領域だったはず。建前上はね。しかしグリード、かの者たちの持つ未知の力には無限の可能性が秘められている。異界の利用を目的とするゾディアックの一派においては密かに研究が続けられていたのだよ。そしてつい最近になって、その研究は一つの実を結んだ。すなわち、人と結びついた怪異ならば意のままに制御できる可能性をね。結果はこの通り、見事大成功というわけだ。データベースから君の資料を見つけたときは正直心が躍ったよ。仮説とそれを実証しうる可能性の両方が目の前にある。そして魔女の実験を踏まえ、ようやく計画を実行したわけさ。魔女って、まさか。あの霧の事件にも噛んでやがったのか。得意点となった童話を誰が持ち込んだのか謎だったけど、データベースの改ざんも含めて全部あんたの仕業だったわけだ。なめた真似してくれるじゃねえか。どうしてそんなこと。曲がりなりにもあなたはゾディアックの一員として力を尽くしてくれていました。それなのにどうして。それは君が一番よくわかっているはずだろ。所詮ゾディアックにおいてミクリアの名など格落ちもいいところさ。君との縁談にしたって北斗グループにおけるアトメ争いの茶番でしかないわけだからね。それはだが、見るがいい。誰も成し得なかったグリム・グリードの制御という偉業を僕は成し遂げた。この技術さえあればゾディアックにおける地位は揺るぎないものとなるはずだ。ミクリアの十二企業入りも決して夢でないレベルでね。あなたはそんなことのために私を利用したの。久我山、ゾディアックとか詳しいことはわからないわ。でもさっきから聞いてると、あなたの野心とか
野望とか、そんなことのために私を利用したってわけ。それの何が悪い。アイドルなど文字通り偶像でしかない。そんな何も実を結ぶことのないくだらないものとはわけが違うのだよ。むしろ誇ってほしいくらいさ。僕の待望の糧となれたことをね。てめえ、よくもそんなこと。よくわかった、あなたがかわいそうな人だってことが。何？アイドルはくだらなくなってない。何も実を結ばないなんて一度も見たことないから言えるのよ。だから教えてあげるわ。アイドルの思いがどれだけ強いかをね。娘が。よく言った久我山。ああ、いい短歌だぜ。リオンさんの思いきっと届けてみせます。まあ、たまにはこういうノリも悪くないね。 XRC としてケリをつけましょうか。組織の身内の不始末、この手で注がせてもらいます。揃いも揃って苔にしてくれるじゃないか。いいだろう、おしゃべりはここまでだ。君たちには僕の待望の最初の糧となってもらう。ゼッカの視点使用、力を見せつけてやるがいい。
ブリザードピアス。フリザードピアス。フリザードピアス。の力はそんなものじゃないはずだ。あいつらを八つ裂きにしてしまえ。トモアキさん、なんだ、どうしていきなり。これは暴走している。なぜ命令を聞かない。僕の技術は完璧だったはずだ。こんなはずじゃ。おい、リオさん。大丈夫、心配しないで。怖がらなくていいよ。ゆっくりお休み。なな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 な。こいつは。ななななな。子守唄。
ここは病院のエントランス。戻ってきたのか。リオンさん、ひょっとして。うん、彼女自体は消えたわ。力そのものは私に戻ってきたけど。そうなのか。リオンさんの霊的な部分と結びついていたみたいですから、完全に消すことはやはり難しいみたいですね。でも、もう大丈夫なんですよね。見た感じ随分と落ち着いてるみてえだが。ええ、経過を見る必要は一応あるでしょうけど、完全に制御できているみたいだし、多分大丈夫だと思うわ。そうか。ありがとう、時坂君、それに君たちも。バカな。友明さん。あ、そういえばいたっけ。僕の夢が、僕の待望が、こんなはずはない。全てうまくいっていたんだ。そうだ、もう一度やればきっと。てめえ、そこまでです。京香さん、遅れて申し訳ありません。お疲れ様でした、お嬢様。 XRC の皆さんも。元アングレカムのメス犬の分際で。それ以上無様な姿を見せるものではない。シオ君は久しぶりだな。京香君の連絡を受けて先ほど到着したばかりでね。初めての者もいるようだが、ひとまずは詫びさせてほしい。この度は申し訳なかった。よもやここまでの事態を身内が招いてしまうとは。事態を収拾してくれた諸君には礼を言っても言い切れないくらいだ。いえ、そんな。こちらこそ迅速な対応感謝します。そして、へっ、愚かなことをしたな、友明君。君のことはミクリアの実家からよろしく言われていたが、今回の一件以外にも様々な背任行為が明らかになっている。事態が収まり次第、じっくり話を聞かせてもらおうか。ひとまずこれで一件落着ってところか。はい、大変でしたけど。あれ、でもなんか忘れてるような。あっ、今何時？肝心のやつがあったか。現在6時12分、ライブは5時からだったわね。
す前じゃない！急がないと！車を出します。早速向かいましょう。お嬢様なるほどな。昔から己の責務に誠実すぎるところがあったが、どうやら彼らと過ごすうちに殻を破りつつあるらしい。会長私もそう思います。我が孫娘も含めて先が楽しみな若者たちだ。前を向きなさい。私たちは最後までスピカを貫くだけ。長かった記念ライブも本当にあっという間。名残惜しいけど次の曲で締めくくらせてもらいます。曲名は、ちょっと待った！待たせてごめんね！久我山リオン、ただいま到着したよ！マジで間に合った！これだからスピカのファンはやめられねえんだ。待ってたぜリオン。おかえりリオン。まったく遅いのよ。みんな本当にごめん。あとは全力を出すだけだね。お願いします、リオン先輩。任せて。最後の曲は新曲。みんな思いっきり楽しんでね。いくよ。笑い合って過ごしたまま
ごいわね、本当に。はい、生で見るのは初めてですけど。さすがに PV とはレベルが違うっていうかロックでもないのに痺れさせてくれるじゃねえか。願いの翼ですか。ったく、相当疲れてるだろうに、どんだけタフなんだっての。よかったな久我山。うまくいったようだな。危うい場面もあったようだが、だが収穫は得られた。彼女の中の因子は完全に眠っていたはずだった。ミクリア智明、彼の小細工はただの後押しに過ぎない。つまりそういうことだな。ああ、やはりこの森宮にはいる。全ての異変のきっかけを引き起こしてきた存在。他の者に連なる落とし子が今回の件で大体の場所も絞り込めた。計画の下準備は全て完了したと言えるだろう。共同戦線もあとわずか。それまでどうかよろしく頼む。こちらこそ、先生。あれから10年、舞台は全て整った。さあ最後の詰めを始めよう。